ら目の前に猫クッパがいるって不愉快ね。いいじゃないか、火も吹いてくるぜ。それが嫌だって言ってるのよ。前回お嬢様ゴール手前まで行きましたから、あともう少しでクリアできそうですね。でもなんか猫クッパに邪魔されて落ちてたわね。マリサ、あんた30秒でクリアできなかったらどうなるか分かってるんでしょうね。さあな。昨夜、仕出しの準備を。かしこまりましたお嬢様。おっと、なんかナイフを準備してるやつがいるな。なんかいろいろ言ってるけど、結局お姉様がクリアしないと話は先に進まないのよ。そんなことは分かってるわ。こんな敵を引っ詰めただけのコースに苦戦してる自分が腹立つわ。ほらほら、避けないとまた死ぬぞ。腹立つわ。あ、猫クッパが。少しゆっくりしてるとすぐに追いついてくる。また来たわよ。このタイミングで火の玉を。あ、何やってるのよ。先はまだまだ長そうだな。あの足場が不安定な場所の猫クッパには要注意ですね。ちょっとマリサ、ここすぐに避けられる方法とかないの？ないな、そのニャンコクッパがどけるまで待て。一回ジャンプで飛び越えるチャレンジしてみれば。いや、絶対にマリオのジャンプ力じゃ飛び越えられないわ。猫クッパが下に行きましたね。マグナムキラーに注意してと。ここのマグナムキラーもなかなか鬱陶しいわね。へへー、そうか。褒めてないわよ。いやいや、コース作った者には褒め言葉だぜ。こいつ邪魔。猫クッパのああいう状態の時は、当たり判定がないと分かってても回避行動を取ってしまいますね。立ちの悪いことに当たり判定のある日の球は後から出してくるから嫌なのよ。この透明度感通ってる時はマリオに当たり判定ないのね。やば、ジャンプミス。お、今のは死んだと思った。私も被弾したと思いました。まずい、火の玉が。ギリギリね。今のタイミング合ってたら当たってたのでしょうか。出るタイミングと合えば当たってたぜ。このクソ猫が。おっと、ニャンコクッパに対しての悪口はやめろ。たく、あんたがこんなコースを作るからよ。クリアまだ。まだよ、猫クッパ。どうかしたの昨夜。尻尾だけ見てるとタヌキに見えてきました。昨夜、尻尾なんて見てる暇あるの？え、尻尾見てる暇あったらこのコースの攻略を考えなさい。あらら、さっきここには注意って言ってたのに。く、集中力が乱されてるわ。誰も乱してないぜ。ああ、しかしこうもクリアしてくれないとなると眠くなってくるな。こいつ、自分で持ってきたくせに。失礼よマリサ、お嬢様にこんな変なコースさせておいて。私はレミリアならもっと早くクリアできると思ったんだけどな。絶対遅め。け、猫クッパ。お姉様踏みつぶされた。ふざけるじゃないわよ。猫踏んじゃった。いや、猫に踏まれちゃったか。猫に押しつぶされちゃった。猫にプレスされちゃった。意味わからないこと言ってるんじゃないわよ。そもそもこいつは猫じゃない？いや、猫よ猫。にゃんこだ。はぁ、もういいや。お、どこかに行きそうだわ。これでクリアしてやるわ。あ、あと数センチずれてたら踏まれてたのに。今回はマグナムキラーも回避しましたね。途中で引っかからないように。ドッスン機体も突破したわね。もうそのブロックには入ってくれないのか。あのね、猫クッパの頭の上に出るブロックなんて誰が入ろうと思うのよ。お姉様入ったじゃない。それは私が猫クッパの頭の上に出るって知らなかったからよ。知ってたら絶対に入らなかったわ。怪しいところだな。知ってても、私なら避けれる、とか言って入っていきそうだぜ。あ、確かにそれは。いや、申し訳ございませんお嬢様。ね、猫クッパが来る？え、滑ったー。はぁ、あと100回くらいプレイしてそうだな。どうして私がこんな目に。ちょっとマリサ。なんだ？コースは私のコースしかないの。はぁ、いきなり何を言ってるんだ。だから、フラニア昨夜のコースはないの？ないな、だってあの毒キノココースを作ったのはお前なんだろ。まあそうだけど。あ、なんならフランたちのも作ってきてやろうか。いえ、私は結構です。私もいい。フランが断るなんて。私こんな敵が多いだけのゴリ押しコースやりたくないわ。む、まさかフランからそんなこと言われると思わなかったぜ。いつも破壊破壊爆破爆破とか言ってるやつが。はぁ、わかってないわね。わかりたくないわ。あ、そう。このコースはここからかなり厄介になるわね。そうだな、ニャンコクッパが3体揃うからな。あとなんか変な炎の長い敵も増えてない？増えてるぜ。あいつもかなり邪魔ね。お嬢様、あと少しです。順調に飛んでいくわね。慎重に。落ち着いて。ちょっと、どうやって回避しろっていうのよ。その状態のニャンコクッパは当たり判定ないって言ってるだろう。今は火の玉を吐かれたのよ。あれから数回死にましたね。そしてまた死んだわ。ふふ、見切った。その位置で死んでおいて見切ったとか言っちゃう。何を見切ったんだか、もしかして自分がクリアできないのか。そんなわけないでしょう。ここでクリアしてやるわ。お嬢様自信ありみたいです。とりあえずさっさとどこかに行きなさい猫クッパ。行ったけどすぐに戻ってきたわ。これお嬢様ギリギリで避けます。マグナムキラーもなんとか当たらないでいけたな。ここのドッスンなんてもう私の敵じゃないわ。お嬢様ドッスン機体を軽く突破。ブロックを伸ばしたわね。問題はこの先の透明度感を抜けた先から。ミスなしでいけるのかしら。猫クッパがいくら火を増えてももう無駄よ。なぜなら私は完璧に避けるから。これで当たったら面白いわね。む、なんか調子いいみたいだな。お嬢様、下から猫が。少し遅かったわね。さあ、ここを抜けられるのか。これで、終わりよ。手前のノコノコ無視しましたね。あんなのに乗ろうとするから死ぬって途中で気づいたのよ。せっかく私が親切で置いてやったのに。どこが親切なんだか。お姉様がクリアしたってことは。そうよ、あなたの番よマリサ。そうかそうか、そういう約束だったな。ほら、変われ。ちょ。ふう。雑に扱わないでちょうだい。ナイフの準備はいつでも。30秒以内よ。それ以内にクリアできなかったら地獄よ。はいはい、わかってるんだぜ。上のタイマーが270になったら終わりね。まずはここを避けてと。このまままっすぐ。どこに行くつもり？あ、こんなところに扉が。中に入ったわ。どういうつもり？クリアだぜ。おい、反則よそんなの。マリサズプー。これは、
ちゃんと30秒以内だが、20秒もかかってないわよ。どこまでも舐めてるやつだわ。そもそも私はコース制作者だ。こういうのを作ってあるのは当然だぜ。全然当然じゃないと思うけど。最初から自信満々だったのはこういうわけね。ふう、やり返したし私は帰る。それじゃあな。あとフランと昨夜のコースもいつか作ってやるぜ。いらないわ。そもそもやり返したって何よ。私はあの泥棒が泥棒したから少し懲らしめただけなのに。確かにそうですね。む、何勝手に自分でストーリー進めようとしてるのよ。今回は私からよ。ち、バレたか。敵か味方か、カロンのコーラ、というチャレンジみたいです。カロンは敵でしょ。なんか暑そうな場所に来ちゃったわね。妹様、説明文はいりますか？読んで。では読みます。今度私の部屋をこんな感じにしようと思ってんだ。お客さんはカロンのコーラを履いたら溶岩を渡れるし、私っぽくてなかなかオシャレだと思うんだけど、どうかな。人気デュオの MC、と書かれていました。そっか、このコーラ履くのね。この人気デュオの MC ってテンタクルズって聞いたんだけど、姫でしょうか。まあ口調的にそうでしょうね。すごいわ、本当に渡れてる。カロンのコーラって熱に強い素材なのでしょうか。溶岩にも耐えるって色々なものに使えそうね。む、本体が来たわ。どうかしら。どうかしらって何よ。コーラが本体かもしれないわ。何よそれ。カロンは完全には倒せないのですね。一回クシャッとなって時間が経てば元通りって感じ。て、え、どうやらコーラに乗ったまましゃがむボタンを押すと自分もクシャッとなれるみたいね。コーラがなくなっちゃったわ。これは妹様ピンチです。コーラなしじゃこの世界生き残れないわよ。どうしよう。妹様さらにカロンに当たってしまいました。戻ってもう一回コーラ取ろうと思ったけど。溶岩で戻れないわよ。先に進むしかないんじゃないですか。先にコーラがあるといいわね。よし、溶岩下がったし行くわ。妹様先に進み始めました。ここのカロンにやられそう。やられないわよ。2体踏み潰したわ。今誰か下打ちした。いえ、私は。いや、私も。絶対お姉様だわ。む、この土管。お、どうやらコーラ出現ポイントみたいですね。土管の上に立ってたらコーラ出てこないんじゃない。こっちで待機してるわ。すぐに出てきました。これで私はまた溶岩を進むことができるわ。ってなんで戻ろうとしてるのよ。コインがたくさんあったでしょう。あ、またクシャッとした状態に。もうそれはいいわよ。クシャッとしたせいでコインが全部取れなかったわ。遊ぶのはほどほどにしなさい。そしてこっちの10コインも取る。一気に大量のコインゲットですね。これでようやく先に進めるわ。そういえばお嬢様、さっきのテンタクルズで思い出しましたが、何よ、スプラトゥーン2のラストフェスがもうそろそろ行われるみたいですよ。ラストフェス、どうやら最後のフェスになるようで。そっか、スプラトゥーン2のフェスも最後か。最近は全然やってないわね。オクトが終わってからほとんどプレイしてないわ。ラストフェス、か、あー。フラン死亡、次昨夜でいいわよ。え、いいのですか。私は最後の鳥よ。ふ、最後になるかどうか。ではプレイさせてもらいます。で、ラストフェスのお題って何なのよ。カオス対オーダーです。混沌と秩序だって。きっと姫がカオスなんでしょうね。その通りです。リーダーがオーダーか。お嬢様と妹様ならどちらにしますか。カオスね。ちょっと、真似するんじゃないわよ。あなたは秩序にしてなさい。どちらともカオスですか。カオスの方が退屈しなさそうだし。わかる。ファイナルフェスなんだから当然特別なことがあるのよね。ファイナルフェスでは新たなミステリーゾーンに加え、過去のフェスで登場した23のミステリーゾーンすべて登場するみたいですよ。23ってすごいわね。最初の48時間で過去のミステリーゾーンが変わる変わる登場して、最後の24時間で新たな1ステージが登場するみたいです。なんかすごいわね。お、さっきフランが死んだ場所まで来たわね、昨夜。お、お嬢様言い方を。あ、クリアしちゃうのか、昨夜。私がクリアできなかった場所をクリアしちゃうのか。クリアします。クリアすると言ってるのが面白いわね。火の玉は上のブロックを見れば何個飛んでくるかわかるわ。ここは横に4つか。ここでコーラが外れたら終わりだと思いなさい。次に火の玉が飛んだら行きます。お、飛んだわよ。一気に前に。お、中間ポイントが見えたわ。中間ポイントがあるってことは結構長いのね、このコース。目の前に巨大カロンがいるわ。しかも液体じゃないわね。とりあえず潰しておきましょう。カロンってマグマに飲まれても平気なのね。くしゃくしゃだわ。あとは上にあるコインを取りたいですね。お、さらに2枚取った。1枚くらいいいか。その1枚に泣くわよ。む、このタイミングで進んだら。あ、これって溶岩とブロックに挟まったわ。ダメね、昨夜。挟まるってことを完全に忘れてました。ほら、変わりなさい。鳥がやってきたわよ。頑張ってください、お嬢様。すぐに死んでも大丈夫よ。死なないわ。途中からだとキノコがない状態でスタートなのでお気をつけて。まずはここのコーラを取る。お、すごいわ、コーラに乗れてる。舐めてるの。まずはあの上のコインを取らないとね。別に取らなくてもいいと思うけど。昨夜が取ってたんだから私も取るわ。じゃあお姉様も昨夜と同じくこの先で挟まれると。なんでそうなるのよ。私はあんな間抜けな死に方しないわ。お嬢様。一気に駆け抜けてるわね。む、土管があったわ。お嬢様迷わず入りました。さて、何が待っているのか。待ってたのは大きなコインだったわね。よし、10コインゲットよ。ここも挟まれるみたいなので気をつけてください、お嬢様。ち、溶岩上がりすぎよ。骨マリオになっちゃうわ。溶岩が下がると同時に進んでいきました。これ取れば入手コインは61枚。結構集まってるわね。今回で城の2回建てられるようになるでしょうか。多分無理ね。もうあと1コースやらないと。先は長いですね。さて、あとはクリアするだけかしら。このままお姉様がクリアしてしまっていいのか。ここはやはり妹のフランに譲るべきなのではないだろうか。勝手に私の心の言葉をナレーションしないでくれるかしら。いや、そんな風に思ってそうだなって。一つ言っておくわ。そう思うことは一生ない。は？お嬢様、火が飛んできています。まさかこの火は。あ、グッパよグッパ。ち、もうグッパはいいのよ。猫じゃないグッパに会いましたね。できれば会いたくなかったわ。この奥に行けばクリアかしら。多分そうかと。奥になんかあるし。あ、ちょっと、違う。ぷ、間抜けな死に方してるやつがいるわね。お嬢様。
違うんだって。違わない違わない。ほら、さっさとそこどいて。くそ。誰がこのコースをクリアするかって、当然私に決まってるじゃない。調子に乗るんじゃないわよ。頑張ってください妹様。え、こら。これもしかして。誰がクリアするって。今のはなんかマリオがジャンプしなかったのよ。こんなすぐに回ってくるとは思いませんでした。何作や、それやみ。違います。これはさっさとクリアした方が良さそうだわ。やっぱりこのコースをクリアするのは私ね。昨夜、ここで絶対にクリアしなさいよね。かしこまりました。さて、昨夜は一体どこで死ぬのか。あ、さっきフランが死んだところではさすがに死なないか。いつか殺す。リスクは最小限に。あ、土管ルート行ってないわ。クリアすることだけ考えたわね昨夜。駆け抜けます。こんなの認めていいの？お姉様にクリアされるよりはマシか。これを踏んでと。でもこれ食ったブロックの上にいるけど。なんか知らないけど落ちたわ。そして扉が開いてゴールです。今回はこれで終わりね。それじゃあね。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。最後にチャンネル登録、高評価、コメント気軽によろしくお願いします。それではまた次の動画で。